地味ウワリ等しい。これら4つの塩基は必ず対になり螺旋を作り、長い長い暗号の連鎖を作っていく。この暗号こそが皆さんすでにご存知の DNA である。しかし DNA が公認されたのは1952年、今からわずか47年前のことである。こうしている間にも君の細胞の中ではメッセンジャー RNA が DNA の暗号を絶え間なく読み取ってタンパク質を合成し、君の体にさまざまな指令を出している。耳を澄ますと聞こえてこないかい。40億年もの間、細胞から細胞、個体から個体へと途切れることなく読み継がれてきた遺伝子たちのざわめきが君の体の中で憶添える。遺伝子たちのささやき、我々人間は所詮この遺伝子の思惑に奔走し一生を終える、遺伝子の運び屋に過ぎないのだ。ついに完成じゃ。遅刻しちゃう。あ、またランサに怒られちゃうよ。間に合った。よし。おはようございます。私は国友マリア。弱きを助け強きをくじく、正真正銘のジャーナリストを目指して去年このさくらテレビに入社。入社早々この社会部に配属され、安藤室長のもと毎日こっぴどくしごかれ報道のいろはを叩き込まれている。安藤蘭、通称蘭さんは口は悪いけど、ドキュメンタリーを作らせたら彼の右に出る者はいないと言われるほどの切れ者。ズボラなルックスからは想像もできない緻密な取材でいつも周囲をうならせる。かくいう私も実はこの口の悪い上司の隠れファンだったりする。
うちの若いのって私？ほら来た来た。空いておるよ。
アモン。Wow.